大阪府立天皇寺高等学校。大阪府立天皇寺高等学校。大阪府立天皇寺高等学校は、大阪市安倍野区に所在する、府立高等学校である。愛称は、天皇、天皇。1896年に、大阪府第五尋常中学校として創立した。大阪市内の旧正中学校としては2番目の、創立である。交渉は、 旧制中学の中を表す6両に、点で左右に伏した日本線は、市内第二中学であることを表している。文部科学省からスーパーサイエンスハイスクールに指定されており、学力の身長、進路指導に重点を置く。希望する生徒への勉強合宿なども実施されている。卒業生のほとんどが4年生国公立大学への進学を希望する。 全国高等学校ラグビーフットボール大会で2度の優勝経験がある。大阪府第1尋常中学校、現在の大阪府立北野高等学校の過密を解消する目的で、1896年に同校を分割する形で、大阪府第5尋常中学校として開校した。当時、大阪市内で唯一の府立中学校、 旧制中学校だった第一尋常中学校は、小学校制度の変更により3学年が同時に入学資格を得たことなどから志願者、入学者が急増し、学校が過密化し生徒収容が困難な状況だった。このため第一尋常中学校の学区を分割する形で大阪市内に中学校を増設することになった。1896年2月1日付で、 設置の大阪府第五尋常中学校は、初年度の入学試験を第一人上中学校と合同で実施した。受験生の住所によって、市内北部在住者は第一尋常中学校に、南部在住者は第五尋常中学校へと振り分けた。また第一尋常中学校の在籍者についても、南部在住188人を第五尋常中学校へ転校させている。 同年4月、東成郡成功、津村、現在の天王塾下寺町一丁目の、大場ステラ境内で授業を開始した。翌1897年には、東区東平野大技南平野、現在の天寺塾上本町八丁目、大阪国際交流センター所在地へと移転した。さらに1919 19年、東成郡天王寺村大技天王寺屋座3名、 現在の安倍の区三名町二丁四番二十三号の現校地に移転している。九百二十七年一月二十二日には、失火により校舎を消失し、西区江ノ小島上野町、現在の西区江ノ小島二丁目の旧大阪府庁舎、ついで天王寺区北山城の旧大阪府女子主犯学校跡、現在の大阪府立夕日河岡高等校の敷地を使用して、 授業を継続した。1929年6月には校舎が復旧し、元の場所に復帰している。第二次世界大戦の際には、戦時体制として4年生への短縮、旧正中学校は5年生や、勤労動員などが実施された。1945年3月13日の大阪大空襲では、食堂や倉庫など、学校の一部を消失している。 1947年には学生改革により新生中学校が発足したことに伴い、旧生中学校としての新入生募集は行わなかった。1947年時点の旧生中学校の第二学年、第三学年については新生中学校に移行し、過渡的に併設中学校を設置した。 また、秋教室の一部を、新生大阪市立東住吉第一中学校、現在の大阪市立東住吉中学校と、大阪市立東住吉第三中学校、現在の大阪市立田辺中学校に貸し出した。翌1948年に、新生の高等学校制度が発足し、大阪府立天皇寺高等学校となった。 高校1年と併設中学校3年の2学年について大阪府立夕日が丘高等学校、旧西夕日が丘高等女学校と教職員、生徒を半ずつ交換して男女教学になった。両校とも原則として関西本線線路を境に北部在住者は夕日級高校、南部在住者は天王寺高校へ振り分けられることになった。しかし、 生徒の居住地分布に偏りがあったことなどから例外もかなりあったという。同年5月には校舎を新生東住吉第一中学校、東住吉第三中学校の2校に全面転用するよう GHQ の指令があり、大阪府立夕日が丘高等学校内に移転して同校と同居する形になった。その後新生中学校が独立校舎を設置して退去したため、 1950年から1951年にかけて段階的に元の校舎に復帰している。1960年代後半には学生運動の影響を受け受験編長への教育課程への批判も高まった。受験編長の教育課程を組んだために必修科目の履修漏れがあったなどと1970年2月に新聞で全国報道され4月より 教育課程を絶世している。旧正中学校時代より、制服制度を導入していたが、1971年になり、服装自由化を求める声が高まった。私服で登校する生徒も現れ、また自由化を求めて、生徒自治会役員に当選した生徒もいた。生徒、教職員代表による、協議会での合意を経て、職員会議で承認され、同年11月22日より、 服装自由化を実施している。1991年12月には、創立100周年を控えて、将来構想委員会が設置され、学校の将来像や特色づくりが検討された。将来構想委員会は1992年、特色づくりの一つとして、理数化の設置を提言。それを受け1993年に、実現の運びとなった。同年、将来構想委員会は、 学校週五日制への対応と学力向上を掲げ、二学期制の導入を提言。翌1994年度より実施されている。二学期制の導入は、大阪府立の高校としては初めてだった、大阪府立伏施高等学校と同時導入。2009年には、大阪府教育委員会から、進学指導特色校設置の構想が示され、天王寺高校も対象校となった。 これに伴い2011年度入学生より理数科を改変し分理学科を設置した。天王寺高校は進学指導特色校10校の中でも大阪府立北野高等学校と並んで人気が高く2016年度入学者選抜より普通科を廃止して分理学科のみの募集となった。1951年大阪市南部における 全日制家庭の高等学校教育を受けることのできない工学のものを対象に、普通科に学級100名で発足した。2005年、大阪府の定時制高校再編方針により募集を停止し、2008年3月に閉課程となった。2011年度入学生から理数科を発展解消した南関大学進学に重点を置く文理学科。 4クラス160名が設置され、普通科、5クラスで200名と合わせて9クラス360名体制となった。また、医学部進学者のための理系コースが新たに設置された。今までは、文系、理系コースに分かれていた。2016年度入学者選抜より普通科を廃止して、文理学科、9クラス360名のみの募集となっている。 校訓に自由活発達出実合憲、生徒指導方針として、授業第一主義鍛錬主義を掲げる。二学期制で完全学校週5日制、週休2日制への対応として2002年より45分7減という、授業スタイをとっている。早く授業を終わらせ、早く部活を開始し、早く家に帰って少しでも多く勉強をできるようにさせるため。また、 公立高校進学率日本一、高校の教育の徹底を目標にしている。以上の方針で、甘根高魂を育むことを最終目標としている。自由活発、質実貢献をモットーに授業と、同じく学校行事も重視しており、個性的な行事が多く存在する。毎年5月末に実施、祭り、遊びではないという考えから、 体育祭ではなく、運動会と呼ぶ。開始直後、登校独自の体操である、天候体操を行う、通常の体育の授業でも行われている。目玉種目は、プログラム後半で、2年男子のマスゲーム、高校生体操、組体操、棒倒しと3年男子の陸上ボート。地元では一種の名物となっている。2009年より2年生の創作物が、 在学生テントの上に設置されることになった。また、運動会終了後に三年生だけが残って、学校のグラウンドで、ファイヤーストームが行われる。これは、陸上ボートで使用した段ボールなどを燃やして、その周りで男女がペアでフォークダンスを踊るというものである。臨海、学校とも呼ぶ、大阪のほとんどの学校で廃止されている、伝統的行事、一年生のみ、 英力に応じて訓練する。ただし参加は希望制である。事前の半分けで一般、水泳の授業中に行われるタイム測定などで上位となったものだけで構成され、そのほとんどを水泳部員が占める場合が多いになったものには、最終日にシンクロが課される。林間、学校とも呼ぶ。一年生のみの行事で、同校山学会、OB 会が奈良県の山中に所有している。 足火山荘にクラス単位で一泊する。同山荘には、電気、水道、ガスが通っておらず風呂もない。飲み水も、生徒たちで組みに行かなければならず、料理には焚き木を使う。台風のため中止となるクラスが出る年がある。また雨天、霧の発生も多いが、晴天であれば、鹿の群れなどに遭遇できる喜びもある。なお、2016年度までは全員参加であったが、 2017年度より希望者制となった。2018年度は猛暑のために中止になったが、夏季休業後に大体行事が行われた。略して、文展と呼ぶ。蒸気運動会と同じ理由で、文化祭とは呼ばない。毎年9月の初中旬の土曜日に1日だけ行われ、舞台発表、飲食模擬展、研究発表などを開催する。あくまでも、 展示発表会ということなので、他の学校にはない独特な雰囲気がある。毎年、生徒自治会が中心となって運営が行われていたが、分店の趣旨を踏まえ、2011年度から運営形態を見直し、文化展示発表会実行委員会の組織が強化された。例年、1年生は舞台発表部門、2年生は飲食部門、3年生は イベント研究発表部門に分かれて発表を行っていたが分離化設置に伴うクラス数増加の影響により2011年度からは飲食も2点を行っていた2年生の一部のクラスがイベント研究発表に回ることになりイベント研究発表部門の学年の障壁が撤廃された1年生の舞台発表では各クラスが約15分間の劇を行い 審査集計が行われる。審査方法は年度によって多少異なる。毎年、アンケートを実施し、改善を施しながらの実施となっている。年に2、3度、海外、韓国、中国中心から来日した高校生との交流を持つ。1998年から春休み前後に、オーストラリアのホーランドハイスクールへの海外留学も行っている。 小論文や面接で選考された1年生3名、2年生2名の稽古名が約2週間派遣される。派遣にかかる費用はそのほとんどが同校の同窓会から支出され、生徒個人の負担は少なくなっている。帰国後、次年度の生徒総会にて海外交流の報告会が行われ、海外留学前に事前に決めていた研究テーマの発表も合わせて行われる。 本学のおよそ9割の生徒がクラブ活動に所属している。クラブ活動の形態によって運動系、文化系に分類され、毎週1回運動系クラブはキャプテン会議、文化系クラブは文化部部長会議が開かれ、各クラブの活動状況の報告、対戦成績の報告などが行われる。また、文化展示発表会に関する決め事などもこの会議で行われる。 陸上競技部、水泳部、体操部、野球部、ハンドボール部、ラグビー部、バレーボール部、バスケットボール部、サッカー部、ホッケー部、公式テニス部、ソフトテニス部、柔道部、剣道部、卓球部、山岳、スキー部、ワンダーホーゲル部、H23 現在。数学研究部、物理研究部、科学研究部、生物研究部、社会研究部、 情報研究部、美術部、文芸部、演劇部、吹奏楽部、軽音楽部、放送部、坂道部、ホークソング部、音楽部、書道部、囲碁将棋部、家庭科部、図書部、ファン、H30 現在、現在活動休止中の部活は、映画研究部、プユリー、演芸部。会長1名、副会長1名、初期2名、財政委員長1名、 生活委員長1名、運動委員長1名、文化委員長1名の計8名で構成される学生の自治組織である。役員選挙は学期ごとの生徒総会で候補者の立ち会い演説の後に行われる。様々な行事の企画、運営を行い、生徒の自主性を尊重した活動が行われている。3月の上旬に行われる運動部リーダーズアセンブリーと文化部。 リーダーズアセンブリーとがあり、それぞれ運動部の部長と、生徒自治会の運動委員長、文化部の部長と、生徒自治会の生活委員長が出席する。目的は、キャプテン内視は、部長のリーダーシップの育成と部活のより良い発展、であり、同行独自の行事である。現キャプテンと、新キャプテン、キャプテン候補と運動委員長が、上の目的から一泊二日の合宿を行い、 合計約7時間程度の会議を行い、また各クラブの部員に緊急的案件があった時のために AED のおさむも開催される。ここで同行の運動部目標も決定する。運動部リーダーズアセンブリーとは異なり、日帰り形式であり夕方には帰礎に着くが、翌日の朝に再度集結する。主に来年度の分店のことについて話し合われる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。